ニュートリノ平宇宙科学館神岡ラボサイエンスコミュニケーターの高千代です。さて前回はスーパー神岡でのこととそれから光電子増倍管のことをお話ししました。ただもう一つ大事なものが必要だと言いました。それは何でしょうか。それは水です。どうして水が必要なんでしょうか。観測したいニュートリノはとっても小さいです。目には見えません。ただこのニュートリノは私たちの周りをたくさん飛んでいて私たちの体を突き抜けています。感じますか。感じませんよね。ニュートリノはどんなものでも突き抜けてしまう、そんな性質があるんですね。ただ普通の物質とぶつかることもあります。私たちの体ぐらいの体積でいうとだいたい80年に1回ニュートリノがぶつかるかぶつからないかぐらい、そのぐらいの頻度でしかぶつからないんですね。スーパーカミオカンデはとっても大きいです。そこでスーパーカミオカンデの中を水で満たしてやります。そうするとニュートリノは稀ですけれどもスーパーカミオカンデの水の粒とぶつかることがあります。そうすると光が出ます。その光をこのセンサーでキャッチすることでニュートリノを観察することができる、そんな仕組みになっています。どうして水か。水は透明なので出た光が遠くまで届きます。また、比較的安く大量に仕入れることができるというのも魅力の一つです。ちなみにここで使われている水はもともと地下水なのでとってもきれいです。ただそれをさらに専用の装置でろ過してきれいな水にすることでより遠くまで光が届く、そんな超純水というものを使っています。さて最後にスーパー神岡でがどこにあるかについてご説明します。こちらは神岡町にある池の山という山です。標高が約1369メートルの山です。ちょっと中の様子を覗いてみたいと思います。そうするとこちらに入り口がありますが、ここずっと奥まで進んでいきますと、だいたい中心部ぐらいにスーパー神岡では位置しています。山頂からは1000メートル下です。どうしてこんな地下深くに作る必要があるんでしょうか。実は宇宙からはニュートリノの他にもミューオンという小さな小さな粒が常に降り注いできています。ニュートリノの実験にとってこのミューオンが邪魔になってしまうんですね。ところがミューオンは岩盤があるとある程度の深さより下まで行くことができません。 1000メートル下ではおよそ10万分の1までその数を減らすことができます。一方ニュートリノはどんなものでも突き抜けてしまいますから 1000m 下でもそのままたどり着くことができるんですね。このようにしてより純粋なニュートリノを観測するためにスーパーカミオカンデは地下に設置されています。さてこの他にもいくつか研究施設がありますが、次回はこちらにあります重力波望遠鏡カグラについてご紹介したいと思います。カグラは今年の2月に本格稼働を始めたばかりの重力波望遠鏡です。ぜひ楽しみにしていてください。皆様チャンネル登録とそして高評価の方をよろしくお願いいたします。それではまた会いましょう。